岸田政権のやりたいことがなんかよくわかんないなと思ってです、はい、減税か増税路線かでぶれたところが、はいはい、ここはどう思われます。 あの減税自体いいと思うんですけどでもあの今って日本ってだからコストプッシュイングループなんですよ、はい、であれば直接的に効果的な減税って何かっていうと消費者物価が今3%ぐらい上がってるんですけどそのうちの最大の押し上げはって食料品なんですよね、はい、私はそれこそ食料品の平減税率ゼロとかしちゃう円安の誤解があるっていう、ね、ああ<ー>円安だから利上げをして円高にしろっていうのはそれは根本的な限りにならない、はい、こういう時に一番望ましい政策っていうのは、まあ、上振れした税収をいかにその円安で 割り送っている人たちに再分配するかっていう政策が重要なんで今支持率が最低を記録する中で、はい、このまま岸田政権が続いた方が経済政策的にはいいんですか、はいはい はい、パート3もう一つの懸念材料がやっぱり円安っていうことでただこの円安のところが実際にどれぐらいの円安なのか、はいはい、それと本当に日本が弱くなってるのかとかいろんな要素が絡みってると思うので、はい、ちょっと円安の誤解があるっていうふうに長野さんおっしゃってるんで,で、ねはい、ちょっと伺いたいと思うんですけど、はい、まず、うん、あの円安っていうのは一般的にわれわれが見るのはまあドル円レート基軸通貨のドルに対して円がどうか。うん それで見ると確かにね、今、150円近くまで来ているので、うん、短期的には相当ドルに対して円安が進んでいるわけですよね。うんえー、ただ、一方で、えー、まあ、メディアでこういう議論がある,あるんですけど、要は、いわゆる実質実行為替レートというね、うん、あの実質的なその円の購買力が、あそのこれ、実質実行レートで1970年からしかデータがないんですけど、うん、過去最低を更新しましたと。ここに出てまますねつまりその、うん、50年 前よりもあの購買力が下っっちゃでまあこれは主流は円安だというふうに、まあ、言われてるんですけど、まあ、実はこれって、まあ,半分あってるんです半分違うと、うん、でどういうことかっていうと、うん、まあ実質実行為替レートっていうのは、うんえー、名目実行為替レートとインフレ率格差に分けて考えることができるんですね。はい、でじゃあ本当の意味の為替の円高円安っていうのは名目実行為替レートまあだからドル円レートみたいなイメージですね。うん ドル円はあのドルと円だけですけど名目実行為替レートいるというのは貿易の上手に応じていろんな国の通貨との、ね、過重平均で、えーまあ、計算した、まあ、あんまりドル円と変わらないんですけどそれで見るとじゃあ,あの1970円の時って、えー、ドル円っていくらでしたか360円じゃないですか、はい、だから年あ1970円50年前と比べると実はあのもうすぐ2倍以上円高になってるわけですよ。 だから実はあのー、それ以外の要因でがが下がってたわけですね<ー>じゃあそれ何ですかっていうともう残りのインフレ率格差。インフレ率この図表を見ると分かりやすすいですよねどれぐらい差が出てるかっていうと、あのー、50年前に比べて、まあ、アメリカすごいインフレがどん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 上がっていったに対して日本はインフレが弱かったんで、うんえー、50年前の同じ値段で売れてたものが、えー、50年経った時にインフレの差によって日本でその同じものを買うとアメリカによりも70%ぐらい安い今。 価格になっちゃってるってことですねってことは,それは何を意味するかっていうとじゃあこの実績な日本の購買力をえ高めるためには何が必要かっていうと付、えー、け焼き場のその金融緩和金融引き締めで円高にしたところで、えー、インフレ率格差を戻さなきゃもう意味がないわけですよ。はい、じゃあインフレ率格差戻すためにどうしたらいいかっていうとやっぱりね海外並みに物価賃金が上がっていくような世の中で作んなきゃいけないのでそれを考えるとまあ単純に金融引き締めしたら 解消でできるかってそういういい簡単ななじゃないわけですね、はい、だからそういった意味ではやっぱり根本的な経済の好循環を進めることによって海外に負けないぐらいの物価賃金の上昇ペースに戻すということをしないといけないんでじゃあそのためには何が必要ですかって金融引き締めが必要なんです緩和が必要なんですかっていうとむしろ金融引き締めやったら。 それにマイナスななるじゃないですか経済のだから単純にその円,あの円安だから利上げをして円高にしろっていうのはそれは根本的な限りにならないわけなんですね。そうそう来年以降、利上げしない方がいいんですか日本あの状況次第だと思いますけどもあ<ー>あのもちろんね、あの日銀も言ってますけどもあのいわゆるインフレ目標2%の望ましい姿ということで、うんえー、名目賃金3%、インフレ率2%で実質賃金が1%上がると。 まあそういう状況に近づけばです、ね、私はまあ出口には向かってもいいと思うんですけど、うん、まあそれに乏しい状況であればです、ね、それはやっぱり拙速な出口に向かうのはむしろこの実質的な購買力を回復するという意味ではマイナスになってしまう可能性もあるので、うん、まあその辺はそうです、ね、注意が必要かなと思うんです、ね、今、コストプッシュインフレなわけですもんね、はい、その状況で利上げしても景気を冷やすだけってことですか、ね、そうなんですだ結局、うん、あの今のの円安っていうのは 確かに、あの、家計を中心に輸入品を購入する人たちにとってみたら、短期的には、あの、負担が、うん、あの、増えることなのかもしれま,しませんけども、ただ、あの、政府の税収にとってはめちゃめちゃプラスなんですよ。そうですよね。コストポジタリアなんであれ、物価上がったら税収増えるわけですから。<laughs> でかあの政府の金融,資産金融資産も増えるわけですから。はい、ってことは、こういう時に一番望ましい政策っていうのは、あの、拙速な金融緩和の出口に、 向かわずして、えーまあ、上振れした税収をいかにその円安で割り送っている人たちに、えー、再分配するかという政策が重要なんで、うんまあそういった意味では、まあ、一応、岸田政権があやろうとしている政策の方向性は間違ってはいないとういうことだと思います、ね。ということですよね。はい、そこももぜひ後でで詳しく語っていいたただきたいんですけども、はいはい その意味でもやっぱり日本が、まあ、サマーズのいう長期停滞路に陥っているっていうそういう状況にあるってことはまず理解しなきゃいけないんですかね。そうですだからまさにその<ー>なんで海外よりも、えー、物価賃金があの長らくこう伸びてこなかったかっていうとまさにそれはバブル崩壊以降の、うん、まあ経済政策が止まったことによって<ー>、えー、長期停滞が続いてしまったと。 まあ、長期停滞と分かりやすければ、需要が長期で、えー、シュリンクしちゃうということですね。うんそうす何が起きるかというとあの、需要が長期でシュリンクすると、結局う、まあ、バブル崩壊以降の日本を考えたら分かるんですけど、企業がですね、まあ、いわゆるその資産価格が下がっちゃったことによって、いわゆる3つの過剰とか言われたわけじゃないですか、過剰設備、過剰雇用、過剰債務。はい だかから儲かったお金も、まあ、そっちの,その過剰の解消の方にお金を使わざるを得なくなっちゃうとそうなると設備投資にも賃金にもです、ね、研究開発にもお金が生きにくくなるからそれって結局将来的なあのサプライサイドを毀、ね、損しちゃうわけじゃないですかまさにその姿が今日本であってこうう、うん、いう長期停滞ってことなんでここはある程度あの需要を長期間あの、まあ、高水準で保たないと、うん、なかなかこういう構造的な停滞っていうのは脱却できないっていうのはこれはまあ。 様子のまあ考え方としてはあります、ね、そうですよねその意味じゃ円安って今物価要因が大きいとはいえ、はい、この物価要因が生んでるものも日本経済の弱さからくるものじゃないですかそういう意味ではやっぱりこの円安っていうのは日本の国力っていうか経済力が弱まってる証明であることは確かなんですよね。だから結局じゃあその円安もじゃあんでこんなに進んでるかっていうとあ<ー>まあ単純な金利差に加えてですね 要はそ,のそれ以前の過去の,その異常な円高が放置されたことによって国内の生産拠点がどんどん出ていっちゃったわけじゃないですかはい、うん、それによってえ今貿易赤字がものすごい拡大しているわけじゃないですか、うん、じゃあその円安を是正するために何が必要かって国内のものづくりの競争力が強まってまあ言うなれば出ていっちゃった生産拠点が元に戻ってきて国内からバンバン輸出が増えて貿易黒字になればこれってえ円高のようになるわけですから多分そういう方向にこうね 構造的に持っていくってことが本当の意味で円安是正としては必要なもの長期停滞を脱却するためにもねであればサマーズも財政政策が重要だって言ってるんですけどまあそういった分野に国内の生産力を強化するようなところに積極的に投資をしていくと支援をしていくということが必要なわけで、は。い そこ岸田政権もなんか半導体の強化とか打ち出していて、ああそ,それは正しいってことなんですね。逆にそれをやらないと今海外もやっちゃってるんで、うん、本当にこうどん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 ん出ていっちゃうので、はいはい、だから逆に言うと、あのー、そういった積極的な投資をする一方を、うん、もう一つ、まあ、日本経済の,その長期停滞の理由っていうのが特にまあここ、まあ、10年ぐらいですかね、えー、やっぱり日本の,その国民負担率ですねこれがすごい上がってるんですよ。うん これは驚異的に上がってますねそれはここまで上がったら経済成長しないよねっていう手取りりが減ったったて感覚がありますもんね、はい、で実はこの国民負担率の上昇って、はい、あのサプライサイド、潜在成長にも結構影響が大きくて、はい、っていうのも、まあ、要は国民負担率が上がるとどういうことが起きるかというと設備投資の源泉である家計のいわゆる貯蓄ですねここが毀損されるわけじゃないですか、はい、それだけ負担が増えるわけですから。 結局家計の貯蓄が元手で,で、えーまあ、企業はお金を借りて設備投資をするわけですけども、まあ、そこが貯蓄が減ってしまうとその分その企業の元手になるです、ねえー、資金需給というところで考えるとやっぱり弱まっちゃうんで、うん、まあそこで潜在成長を下げるというところに結びついちゃうんで、うん、まあこれこれやっぱりそうですねやっぱりなかなかその長期停滞から脱却する前の状況の中では本当はこんな国民負担率の上昇は、うん させるべきうん、だらこれもやっぱり日本の長期規定は長引かせている一因なのかなという,う思いますね。けどこの議論はなんか財政均衡派とその上げ潮派の議論とかとずっと続いてますけどんかよく分かんないですねでも今の状況で考えたらやっぱり上げ潮派の考え方が結構正しかったんじゃないかなという動きになってきていると私は思っていて、はいはい、んなんでかっていうとまあ上げ潮派はあの昔から言っていたのは それはデフレの中では、それは税収は増えないわけだから、とにもかくにも、インフレの状況にしないと、税収は増えないと。逆にインフレになれば、別に増税とかしなくったって、自然増収が増えるんだから。で、ずっと言ってきたわけじゃないですか。で、それに対してようやくね、まあ理由は良くないかもしれませんけど、世界的な40年ぶりのインフレになりましたよね。なりましたね。で、どうなったかっていうと、税収めちゃめちゃ上振りしてるわけですよね。そうですね。ってことからすると、まあ結局やっぱり上げ首相派が言っていた、まあ理由はなんであれ、物価上がれば税収増える。 で結局物価が上がればこれってそういう側面で考えてもあのそうです、ね、やっぱりインフレにするっていうこと、うん、これ財政規律を考えるのが非常に重要なのでそのためにはデフレの中でさらにね財政を良くしようと思って禁止をして、うん、えデフレからの脱却を長引かせるとかえって、えーまあ、財政に良くないと。 ととといいいうここをれままでしてきたんじゃななか私は思すだからサプライサイドの強化にも貢献するようなワイズスペンディングを促進すべきだということで、これ、パート4につながるんですけど、確か岸田政権のやりたいことが、なんかよく分かんないなと思って、なんか財務省的な財政規律重視なのか、もっとなんか減税していくみたいな、今回、単発だったとしても、なんかそこの減税か増税路線かでぶれたところが、やっぱ彼、だめなんじゃないかみたいな批判、大きいじゃないですか、そこはどう思われます あのーまあ、まずは、一つ、まあ、岸田さんもお気の毒,お気の毒だなというところが一つあるんですけど、<laughs> はい、やっぱり多分ね、今回の減税っていうのは、うんうん、やっぱり一つその、岸田首相に対する増税イメージの払拭っていうところが一番大きい増税るんですよこで、これ別にあの、やっぱりあれだと思うんです一つの理由は、あのと突然、防衛増税とか、ね、打ち出してきたっていう、うんまあ、それはあのよくないと思うんですけど。はい もう一つは、やっぱり大きな影響があったのが、特にメディアで影響が大きかったのが、岸田さんとは、岸田さんが直接そうは考えてない政府税庁の方で、金融化を中心に、なんかサラリーマン増税みたいな、そういう盛り上がったじゃないですか。<laughs> メディアがまた、ね、火に暴らそうでもうめちゃめちゃ盛り上がったじゃないですか。多分あれが、よりこう、増税ショックを強くしちゃったのかなと、と<ー>、えー、いうところで、お気の毒な部分はあるんですけども、っていう意味では、まあ、減税をすることは、まあ、まさに先ほど申し上げました通り、うんうん 政府があいわゆるコストプッシュであるにせよインフレで、えー、円安もあって、えー、取りすぎた税収をね、はい、え大変な人たちに還元するっていう意味ではあの減税自体いいと思うんですけどでもあの今って日本ってだからコストプッシュにインフレなわけじゃないですか、はい、であれば私がよりそのピンポイント直接的に効果的な減税って何かっていうと今実は消費、えー、っと消費者物価が今3%ぐらい上がってるんですけど、うん そののうちの最大の押し上げを言って食料品なんですよね、2%,、はい、2ぐらい押し上げてるんですそうですよね。であれば、うんあのー、所得減税よりも、うん、私はそれこそ、食料品の軽減税率、うん、これをもう今、食料品のインフレってに、全然よ9%上がってるんで、軽減税率ゼロとかしちゃ,しちゃって、そっちのほうにお金使った方がいいのかなって思うんですねそれ、政策的にやっぱりできるんですか、やろうと思えば。いや、でもなんかできないから、多分、所得減税って言ってると思うんですけど、やっぱり消費税っていうと、 もうね、あの多分、上げる側からすると上げてきた側からするとものすごい苦労して上げてきたものはあの絶対に実悪ないと非常に政治的なハードルが高いんでしょうね。そういういことですよ一回やると恒久的になりかねないみたいなところがあるんですかね。なのでそういった意味では所得減税と非課税制度の給付とかでしょ両、ね、をやるわけじゃないですか。 でかつなんか期間限定とか言ってるってことは、だったらそれこそ同じことをやるんだったらなんか一律給付金でやっちゃった方がなんか手間も少ないし、はいはい、でもなんで減税って言ってるかっていうと、やっぱりそのあの減税じゃだめだったってことじゃないですか。そ,かそのイメージ払拭です。ね。でもどこまで減税のイメージが払拭するかちょっとわかんないですけど、ね、だってあのだって所得所得減税って言ったってでなんかね一年限定とかっていう話も出てきてるじゃないですか。かも4万円とかでなんかそんなにありがたみ感じないです。はい そうそうですだから果たしてそんな初めから期間限定でかつ金額もって言ってじゃあどこまでその減,、ね、減税のイメージが払拭できるのかなとさらに一方でだって防衛増税とか少子化対策の財源の議論とかも出てくるわけじゃないですかそうです、ね、所得減税しても別に負担増ってなったら本末転倒じゃないですか。 その論点も含めて、所信、うん、表明演説で語られた経済政策のところを評価していただきたいんですけど、今回、経済、経済、経済、私は何よりも経済に重点を置いていきますということで、岸田首相には珍しく経済の話が多かったというか、強調してたかなと思それで、まあ、あのここ、を象徴的なところとしては、3年間程度でコス,ト型コストカット型経済から成長型経済へ変革し、先ほどおっしゃってましたけど、供給力の 強化をとというここでれ自体はは方向性としててっまだからそれこそさっきのね国内の供給力を強化して貿易収支を黒字にして、えー、まあ円安になりにくいようなあの環境を作るっていう意味ではあの正しいと思いますけどもうん、うん、例えば3年程度の変革期間を視野に入れてっていうことを言うぐらいであればうん、うん、例えば所得減税についても、えー、まあ一応3年程度の変革期間でかつそのいわゆる 完全脱却するまで所得減税続けますぐらい言った方が同じ所得減税やるにしてもただ多分支出というか GDP の抑え効果は全然変わってくると思うのでそこは3年を考えられないんでしょうねまだあんまり選挙も近いですしおそらくまあ,そうです、ね、あとはあ<ー>まあ岸田さんも1年って岸田さん自体が言ってるわけじゃないと思うんですけどただねこちら少し影響力のあるあの党の税調 なんんかかかが1年とかおっっしゃってるるのでであ<ー>結構あるんですね岸田さんもまあ、ね、あの周りに結構足引っ張られてるなみたいなところ結構あの個人的に思いますすけどねねそそうですよ、ねはい、それで打ち出した2つの両輪という言葉で、はい、先ほど言った供給力の強化と、はい、まあ国民への還元というところで、はい、具体的には供給力の強化のところは先ほどもあった安全保障関連の大型投資であるとか、はい、賃上げ税制を強化する減税、はい、まあ年収の壁、はい、資産運用とアセットオーナーライドシェアの課題3密単位の労働市場改革。はい まあ言ってること自体全部間違ってないですけど。と思、はいます。ね、なんか、参加なんかちょっと相場な的なところありますよね。まあそうですね。うん、正しいですか、まあ、これ全部。あの方向性としては間違ってないと思います。うんえー、そうですね、半導体。うん、ここもね、あれなんですよね。うん、半導体も、まあなんか日本は結構ね、あのバブル崩壊以降すごいもう負けちゃったみたいな話あるんですけど。うん ただ実は細かいところを見ていけば例えば部材とか素材の分野とか製造装置のところはまだ結構あのシェアは高いんですよね。うんうん、ただまさにそこの部分をもうアメリカとかがものすごい減税策とかで引き抜こうとしてる,してるので、まあ、なんとか、ね、そこを抑えてかつ、ね、あの今、ね、TSMC の熊本工場で熊本がすごい潤ってるわけですけどうん、うん、多分ああいうのをできるだけ。 迅速に全国にこう広げることによって、はい、まあ地,地域経済の活性化みたいなもところを進めていくという意味ではいいと思いますし、はい、あとは賃上げ税制もこれもあの結局税制優遇なんで赤字企業は恩恵を受けないわけじゃないですか。んでなんか繰り越しできるとか言ってますけどあの日本の法人企業の中でもう。 赤字の要は企業って6割以上なんで、ま、万年赤字の企業もあるんで、そういったところで全然恩恵がないので、うん、であれば、これも多分政治的なハードル高いんでしょうけど、赤字でも負担するねあの社会保険料負担軽減を賃上げ企業にやるとかね、<ー>それぐらい踏み込んでもいいと思いますし、うん、あとは年収の壁対策それそうです、ね、これもあれなんですけど、確かあれですよね、2年間ぐらい期間限定でやるんじゃないかと、うん、そたっけ。 えー、何でかっていうとあの年金の改革が25年にあるんで、はあ、多分そこまでの次元措あとはそうですねあ,あと三位一体の労働市場改革もこれもあの労働市場の流動性を高めるっていうことを言ってるんですけどうん、うん、これもあの確かにね最近はあの転職したら、えー、給料上がる人たちも増えてきてるんですけどうん、うん、ただあの転職して短期的な給料上がっても やっぱりそれ以外にも結構あの会社の,あの年金とかあの退職金とかそれがそのやっぱ長く働くとめちゃめちゃ恩恵が大きいみたいなところの障害所得で見るとちょっとぐらい。 転職して年収上がっても障害賃金はマイナスになっちゃったりする人も出てくるわけで,で、ね、なかなか転職に思い切れない人もいると思うんでそれこそ私ここでやればあの転職した人にはその年の所得税を優遇するとかそれぐらいまでやればそれいいなと思いました多分優先性高まると思いますけどねそういうのそれできそうですよねやろうと思えばうそうですね,ねはいそういうちょっとみんな一律じゃなくて何かやった人に対して恩恵を起すあと国民への還元は先ほど 申し上げた通りの話ですね。本当であれば所得減税の私はもう消費税の軽減税率の負担が一番直接的でいいと思うんですが、うん、ああまあそうですね。まあ仕方がないまあ政治コストが仕方がないのかなということですかね。そうですよね。であとはあれですかね。うん、あの注意が必要なのが、うん、え電気ガスガソリンの、うんはい、負担軽減については、はい、まあこれもねあのー、実はあの出口は見据え見据えられていて。うん ガソリンもあの、うん、去年は168円まで下げるっていうのが今の基準170円に上がってるじゃないですか、はい、多分徐々に上げていくんでしょうね。で電気ガスもあの8月までの満額の負担軽減から9月に半減されてそれが延長されているので、うん、一応出口が見据えられていて、うん、どうやらこれはあの今年の5月ぐらいだったかな G7 のエネルギーの会合かなんかで G7 諸国内で エネルギーへの補助金政策は徐々に出口を迎えましょうって取り決められがあったらしくて<ー>だここはちょっとずつ出ていく,い,いくってことだとは思うんですけども。 それって出口を迎えたときに、まだこう高いままだったら出口を迎えられるんですか、はいはい、そしたら、けけ負担がもっと大きくなるだけですよねそうですね、だからそこの辺はやっぱり景気等の,あの見合いによって、うん、まあさらに続けざるをえない可能性もあるし、と<ー>い,い,いうことだと思うんですけど、まあ、ただそうですね、政府、特、ま、に、あ、経産省とかは、うん、あのできるだけこう早めに迎えたいと。 というふうに思っていると思いますね。はい。でも今回も一貫しておっしゃって、やっぱ家計負担が大きいのはエネルギーより食料品ということで。やっぱそこの問題はやっぱ解決しない限り、はい、もう厳しいということですよね。けど、食料品は上がっていくばっかりで。はい、そこの負担は、まあ税率一回下げるとか、できたとしても、はい、もう恒常的に上がっていくわけですよね。あ、そうですね。そうすると、やっぱりやはり賃金上げるしかないということですよねす。賃金上げるしかなくて、うん、あとは私は考えているのが、うん、その。そもそも日本の軽減税率って。 10%に対して8%であんま差がないじゃないですか、はいで。海外の軽減税率とかってもっと差が大きいんですよね。そうか。そういうことを海外とか食料品、ね、ヨーロッパなんかゼロとかあったて言ってたりするわけじゃないですかあ。ゼロだったりするんですか、うん、国もあるんですよねへ<ー>、うん。であれば私は、でかつその食料品とか生活必需品って低所得の人の方が消費の割合が高いわけですから、うん、であれば一旦私はもう軽減税率も複数税率もめんどくさいんで、一旦ボーンってゼロにして、それにすることによって、まあ年間4兆ぐらいの 財源が必要になるんですけど、うん、仮に経済が正常化した暁には、それをまた8％に戻すんじゃなくて、<ー>私は標準税率を10％を12％に上げればいいと思います。標準税率を10％から12％に上げれば、それだけで4.8兆円のあの税収が増加になるんで、4兆円の部分は補ってあまりやるところがまかないるので、ってことからすると、まあそうですね。私はもうあの食料品のこのまあいわゆる軽減税率については。 もう出るちゃってます日本って税率決まるとなかなか動かせないじゃないですか、結構それを柔軟に動かしている国とかあるんですあ、イギリス、イギリスそんな動かしてるんですか、そういうふうに法律を変えればできないこともないのかもしれませんけども、ただね、やっぱり日本はこれまで消費税を上げたい側からすると、ものすごい苦労して上げてきたので、たぶんそこ、いじらくないっていうのはあるのかもしれませんけども、そうですね。一回下げげたらもう上ななくっちゃいすね確かに まあただ、先ほどおっしゃったように税収自体は絶好調でこれシミュレーションも出てますけど今後、税収はもう10兆円上振れの可能性は、ね、これはまあ楽観的に見た場合なんですけどまあそもそもその昨年の税収というのは東証三ベース65兆円に対して71兆まで上振れてたわけじゃないですかで今年に関しては東証三ベースで69兆円とあそう昨年の税収量も減っちゃうという状況になっているんですけど一方で今、名目成長率今年度の。 政府の見通しで4.4%、うん、エコノミストのコンセンサスと5%超えてるんですね。うん、で税収ってやっぱり名目成長にリンクするっていうのがまあ言われてますからでいうと仮に過去四半世紀の平均的なその税収断生値ってその名目成長が1%増えると税収が何増えるかっていう関係が大体2.7ぐらいなんですね。 1.1とか見てるんですけど仮に控えみその税収断水時に見たとしても745兆ぐらいいくんで、うん、だ実際今年今年度の税収は70兆円の半ばから後半いくと思うんですね。はあ、となるとそうですやっぱり5兆から10兆ぐらい上振れする可能性は十分ありますから、うん、っていうことを考えると、まあ、還元っていうのであれば結構な余地はあるのかなとあとはんですかあのいわゆるその予備費も4兆ぐらい残ってますから。 となると、まあ、今報道ではね、十数兆の対策って出てますけど。まあ、まあ、そんなもんかなという感じがしますね。はい、そもそも税収っては、上振れしたものを国民に還元すべきもんなんですか。すかあ、その時は経済状況次第だと思うんですけど、はい。でも、やっぱり、今足元の状況では。同じ物価でもないです、ね、そのディ、ディ、ディマンドプロインフレで。<ー>ええー、税収も増えてっていう、なってる時は。 あの当然あの民間部門も所得が増えてるからあの関,係関係する必要はないんですけどただ今見たくあの物価上がって税収増えてるんだけどコストプッシュの要素が大きいって時はやっぱりそれはかなりその経済状況に応じてはあの取りすぎていることを意味するわけですからだからそこの部分ではまあ,ある程度あの還元する。でそれこそねわかんないです仮に今年度の税収が79兆円ぐらいいったらどうなるかっていうと政府の その税収の今後の見通しでもですねモデルケースというかあのモデルケースでいくと2032年まで税収の見通しが出てるんですけど、はいえー、それを主上回っちゃう、はあ、ベースラインケースよりも<ー>で成長実現ケースで見ても2027年の税収上回るってことなんで<ー>、うん、だ結構ですねプライマリーバランス黒字化とかもですねあの意外に早めに黒字化達成する可能性もあるかなという。 感じはしてます、はい、これ喜んでいい結局そのね <laughs>、はい、あのー、なんかプラ,イマリーバラプライマリーバランスはいつでも黒字にした方がいいみたいな財政規律を重視する向きはあるんですけど、はい、実は国際標準的なマクロ経済実は、まあ、あのプライマリーバランスも政府債務残高もそうなんですけど、うん、やっぱりその,その時の経済に応じて、えー、適切な水準にコントロールするってことが、はい 重要なわけですよだからやっぱ不況になった時ってやっぱむしろ財政会社を増やして経済を支える方が望ましいわけですし、うん、ってことからするとそうなんです単純にプライマリーバランスが黒字になったからといって、うん、景気が悪い中で黒字になってもむしろこれ逆に悪いい方向に行っちゃいますから今の予測だとこういうふうに純債務ですよね、はい、純債務もこれもう発散しなくなってきてますよね。 はい、もう総務うですねああの政府総債務だこれが一般的な政府債務残高ってやつですけど250%超えて大変だとか言われてましたけど、うん、まあ足元では名目 GDP 増えてるんでもう250%下回ってきてますねと。<ー>でさらに言うと国際標準的にはあの債務を見るんだったら資産の方を見なきゃいけないんで、うん、純債務で見ると、まあ、実は相当改善していて政府の資産も増えてますからね。となるともう10年以上前ぐらいぶりに あの政府の純債務の GDP 比って下がってきてるので、はい、もうすぐ100%にね、えー、下回るぐらいのところまで改善してきてるんでうんまあ実は日本の財政ってマーケットからするとすごい改善していて、はい、でその傍易としてその各国の国債のデフォルトリスクっていうのを見る上で重要な、はい、えソブリン CDS っていうのがあるんですけどクレジットデフォルトスワップ、えー、これの価格が低いほど財政リスクが低いというものなんですがこれ G7 で比較すると。 一番低いのがドイツまあこれはまあ当然なんですけどで2位はどこかっていうと次がイギリス、えー、カナダ、はあ、でアメリカダントツで悪いるのがイタリア、はあ、でアメリカはやっぱり先ほどね冒頭でお話しあった通り今財政がちょっとね金利上がって、うん、あの利払い費が増え始めてきてるんでちょっとリスクが高まってるんでそういう具はねビビットにやっぱり。 いわゆるソブリン CDS というのは反映しますから、はい、アメリカのソブリン CDS 価格ちょっと上がってきてるんですけど、うん、実は日本の CDS というのは非常に G7 諸国でも非常に優秀な水準になるんでそのやっぱりこの政府債務残高の GDP が結構改善してきてるっていうことが織り込まれてるんだろうと思いますね。はあ もういろんな意味でやっぱ日本もいい材料がいろいろ出てきて株価も上がっていると中でチャンスが大チャンスが来ているとこの大チャンスをやっぱ本当につかめるかどうかが来年ののテーマでですすねそそうなんいい方向にあの来ているところの恩恵が残念ながら<ー>政府とか大企業とかに結構今偏っている部分が大きいので、うん、まあそこの部分を再分配政策という形で中小企業とかあの個人とかにある程度分配するという。うん でそういうことをしながら積極的な投資をやることによって、えー、長期停滞から脱却して、まあ、経済の正常化に持っていくということが、まあ、非常に望ましいので、まあ、一応、ざっくりとした方向性はあの正しい方向行ってるんですけど、うんうん、もうちょっとなんか踏み込めるところがあるんじゃないかなう、ね、もうちょっとこう変えてやった方がいいんじゃないかなというところはあ<ー>まあ一応指摘はできるんじゃなないかなー今、支持率が最低を記録する中で、はい、このまま岸田政権が続いた方が経済政策的にはいいんですか、はい、何らかのもう政治的な変化があった方がいいんですか。<laughs> えー、だから、それを変化がどういう方向に変化するかす、ね、あ次第ですよね、<ー>だから、ぶっちゃけそのじゃあ野党でいろいろ経済政策的なことを出してますけど、うん、じゃあ、みんなあのどういう方向に出してますかというと、私はこあの個人的には結構、国民民主とか、なんかまともなこと言ってるなって感じがしますけどあ、ただね、やっぱり政権基盤の安定というところもありますから。はい そこで考えると、おそうですね、あの仮にその、まあ、岸田政権が、まあ、多分あの自民党政権が変わるってことは少し低いと思うんですけどす、ね、ただ、まあ、例えばね岸田首相があのからか、ね、違う方に変わったりとかして、まあ、その方が、まあ、結構そのよくない。 経済政策の考え方だったりとかすると悪い方向にもなりかねないので、うん、っていう意味では私はいろいろね指摘する部分はありながらもまあ岸田政権がやろうとしている政策っていうのは方向性としては私間違ってないと思うので<ー>なのでなんとかそのそうです、ね、やっぱりそのまあ増税 イメージを払拭するというのがあれば、期間限定の所得限定とかじゃなくて、例えば、思い切って私が首相のいる間は消費税上げませんとか、防衛増税やめますとか、防衛増税大事ですよねやめますとか、それぐらい思い切ったことを言ってもらった方が、むしろ私は増税イメージを払拭できるじゃないかなとそういうことできるタイプの首相じゃないというのは結構見えてきましたよね、オンセンサス型といいますか。確かに 他に岸田さん以上にうまく政権運営できそうな、はい、あ経済政策運営できそうな総裁っているんですか来年総裁選ありますよねどうですかねやっぱ一番マシな選択肢なんですかね岸田政権の経済政策だからやっぱりある意味、うん、あのいろいろこういろんな意見を聞かれるので突拍子もない変な方向に行かなそうだなっていう確かに安心感は。 あ,ありますけど、うん、ただやっぱりね、そういう政策をする中って、思い切って踏み込まなきゃいけないところもあるわけじゃないですか。うん、ただね、思い切っていく人が悪い方向に思い切っていっちゃったら、そうしたら最悪なんで。そうですよね。安定感はあるってことですよね。うん、だからその辺は結構悩ましいかなっていう。ということですね。はい。そしたら、また、あの、ちょっと総選挙も、まあ、年内かわかんないですから、はい、あるかもしれませんので、はい、それも踏まえて、またご意見を伺いたいと思います。はい、今日はありがとうございました。はい。